ジェニングフライはアメリカ合衆国ニューヨーク州ホワイトプレーンズ出身の元バスケットボール選手。ポジションはパワーフォワード兼センター2 1 3トル1 1 2ラム大学はアリゾナ大学で4年間プレーしパシフィック10カンファレンスのオールファーストチームに選ばれた2005年の NBA ドラフトでニューヨークニックスから1巡目8位指名で NBA 入りを果たす。新人ながらも早くも、得点面で活躍し、11月には、ルーキー・オブ・ザ・マンスに選ばれた。ルーキーシーズンは12.3得点5.8、リバウンドのアベレージを残し、オールルーキーファーストチームに選ばれたが、2006年3月21日の、トロントラプターズ戦で左膝を捻挫し、以降全試合を欠場した。翌2006から07シーズンには、 先発に定着したが、シーズン序盤の11月25日のシカゴブルズ戦で、今度は左足首を捻挫し、約3週間の欠場を強いられた。その間フライの同期であるデビッドリーが活躍したため、フライが復帰してからは、リーと出場時間を分かち合うようになり、フライの個人スタッツは前シーズンよりも後退した。このシーズン終了後、フライはザック、ランドルフとの交換で、 スティーブ・フランシスと共に、ポートランド・トレイル・ブレイザーズに移籍した。トレイル・ブレイザーズでは2シーズンプレーしたが、フォワードマイナスセンター陣の層が充実しているチームだったため出場時間の確保に苦労し、そして次第に存在感を失ってしまい、目立った成績を残すことはできなかった。2009年にフェニックス・サンズに移籍し2012年まで主力として活躍したが、 2012から13シーズン前に心臓の肥大が見つかりシーズンを全休した2013から14シーズンは複数の医師から復帰可能の診断を得て全試合にスターターとして出場し本来の成績を残した2014年7月 FA となりオーランドマジックと契約した2016年2月18日三角トレードで クリーブランドキャバリアーズに移籍。同年の NBA チャンピオンに貢献した。2018年2月8日、トレードでロサンゼルスレイカーズに移籍した。アメリカ出身のビッグマンでありながら、アウトサイドシュートに長けた珍しいタイプのストレッチ4型の選手である。フェニックスサンズに移籍してからはその能力がチーム戦略にマッチし、3ポイントシュートの品げ数と、 成功率はリーグの一般的なシューターをもしのぐ数字を記録している。ありがとうございます。